高不法和脂肪酸とは、不法和結合を2つ以上持つ、不法和脂肪酸のことである。高度不法和脂肪酸、多不法和脂肪酸、ポリエン脂肪酸とも言う。オメガマイナス9脂肪酸の一部と、オメガマイナス6脂肪酸と、オメガマイナス3脂肪酸、強薬リノール酸が含まれる。オメガマイナス6脂肪酸には、リノール酸、ガンマリノレン酸やアラキドン酸、 オメガマイナス3脂肪酸のアルファリノレン酸、エコサペンタエン酸、ドコサヘキサエン酸などがある。このオメガマイナス6系、オメガマイナス3系は動物には合成できないため、抗議で必須脂肪酸となる。食用油の必須脂肪酸高不法は脂肪酸が豊富な、植物油は多く、リノール酸が豊富に含まれることが多いが、一部の植物油では、アルファリノレン酸も豊富である。 人を含めた動物の体内では、原料となる、オメガマイナス3脂肪酸やオメガマイナス6脂肪酸から、脂肪酸デサチュラーゼ等の酵素により、脂肪酸の不飽和結合を増やしたり、炭素2個新調して、より不飽和度の高い高不飽和脂肪酸を合成することができる。細胞膜は流動性を持ち、脂質や膜タンパクは動いている。この流動性は、 膜の構成物質で決まる。例えば、臨死室を構成する脂肪酸の不飽和度に影響され、二重結合を持つ炭化水素が多いほど臨死室の相互作用が低くなり、流動性は増すことになる。また、不飽和度が高まるほど相互作用が低くなり、脂肪酸の融点は低くなる。オメガマイナス3脂肪酸の高不飽和脂肪酸である。DHA は、生液や脳。 網膜の臨死室に含まれる脂肪酸の主要な成分である。DHA の摂取は血中の中性脂肪量を減少させ、心臓病の危険を低減する。オメガマイナス6脂肪酸の高不飽和脂肪酸は、人などの哺乳類では、プロスタグランジン、トロンボキ酸、ロイコトリエンなどの生理活性物質の合成線具体となる。必須脂肪酸の欠乏の過酷な条件下では、哺乳類は、 オレイン酸を慎長非法和にし、オメガマイナス9脂肪酸の高不飽和脂肪酸である、ミード酸を作る。また、菜食主義者においても狭い範囲で起こる。オメガマイナス3脂肪酸の高不飽和脂肪酸。オメガマイナス6脂肪酸の高不飽和脂肪酸。オメガマイナス9脂肪酸の高不飽和脂肪酸である。オメガマイナス9脂肪酸には、オレイン酸など一家の不飽和脂肪酸も含まれる。 京約リノールさん。USDA フードコンポジションデータベースハット。リッパミックス。ミードアシッド2006年2月14日閲覧。フィニッシ s D、RS オーディン、SB ・ジョンソン &RT ・ホールマン。リデュースとアラチドナテインセラム・フォスフォー・リピズ・コレスター・ルエスターズ・アソシエーテッド・ウィズ・ベジタリアン。ダイアッツ・イン・ヒューマンズ。2007年2月12日時点のオリジナルより。 アーカイブ2006年2月11日へ閲覧ありがとうございます。